皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちら Amazfit GTR Mini の初期設定動画ということでお届けしたいと思います。この動画の流れになりますけど、まず最初にこのスマートフォンとのペアリングの方法、そしてスマートフォン側の ZEP アプリを使った本体の設定、そして最後にウォッチ本体を使った基本的な設定をですね、一通り使えるまでの流れということでご紹介したいと思います。ちなみにペアリングをする際に使うアプリは ZEP というアプリを使います。iPhone の方も App Store で ZEP と検索していただければ出てくると思います。Android の方も同じように Play Store で ZEP で検索すれば出てきます。このようなマークのものになります。今回は Android を使った初期設定動画になりますが、基本的な流れは iPhone の方も同じになっています。ちょっと違うところがありましたら、臨機応変に対応の方をお願いいたします。そして初期設定を行う前に、あらかじめこのプロフィールというところからですね、アカウントの取得が可能になっていますので、アカウントを作成した上でこの動画の方をご覧いただければと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。というわけで早速ペアリング作業から進めていきたいと思います。まず本体はですね、長押ししますと電源が入った後にこのような画面にやってきます。こちらは言語設定になっていますので、ご自分の母語をね選んでいただければと思います。今回私は日本語を選びます。そうしましたらね、モバイルアプリのダウンロードという画面が出てきましたが、これはすでにダウンロードしてあるので大丈夫です。では、QR コードが次に出てきました。そうしましたらですね、このプロフィールのマイデバイスの追加というところがありますので、こちらをタップしていただきます。次に腕時計とありますが、こちらをタップしていただきまして、カメラが起動してきましたら、QR コードをこのように読み込んでいただきますと、すぐね、検索が始まりました。これでペアリングが始まります。ここから展開が早くなりますので、ぜひご覧ください。まずこちらをね、OK を押します。そうしますとペアリング今開始されました。説明に移動しますかってあるので移動しておきます。これは一旦ねこのように待機しておきまして、次にアプリ側になりますが、アカウント情報同期と新しいデバイスとして設定と出てきましたが、これはですね、これまで ZEP アプリを使って何かのスマートウォッチを使ってきた方は、おそらくこのアカウント情報同期というものが出てきたと思います。これはですね、今まで使ってきました、例えば私の場合は Amazfit GTS4 mini ですね、このデータを引き継ぐかということになります。では今回は新しいデバイスとして設定ということで、全くね初めてペアリングするという流れで見ていきたいと思います。デバイスの準備が完了しましたと出てきました。完了をします。はい、これでね、設定が完了しまして、めちゃめちゃ簡単でした。では次にウォッチの画面を見ていただきますと、このようにね簡単にウォッチの操作系統がどんなものかということが案内されています。後でねいろいろ触っていきますので、このように次へ次へと完了させていただければと思います。説明完了しましたと出てきましたね。これでねウォッチが使える状態になりました。ではこの状態になりましたら、今度はですね、このスマートフォンの ZEP アプリを使って基本的な設定をご紹介したいと思います。まず一番上から健康状態の監視になりますが、これはヘルスケア系になります。タップしますと、まず一番上から自動心拍数のモニタリングとありますけども、心拍数測定ですね、腕につけていた時に心拍数の測定を定期的にやってくれるわけですけども、今は10分間隔になっています。見ていただきますと、1分か5分か10分か30分か測定しないかということになりますが、バッテリーの持ちを良くしたいのであれば30分にしておいた方がいいかなと思います。個人的には30分で十分満足していますので、今回は30分に1回にしてみたいと思います。そして次に睡眠の測定になりますけども、アシスタントによる睡眠モニタリングとあります。睡眠を検出しますと、自動的に睡眠情報を測定してくれる機能になります。これはやはりね、こういったものを購入された方は測定したいんじゃないかなと思いますので、オンにしておいていただければと思います。そしてストレス測定になりますが、これは最初オンにしておいてもいいのかなと思います。ストレス自動測定はバッテリー持続時間を大幅に減らしますよとありますけど、ちょっと怖いですよね。5分ごとの測定になりますので、バッテリー消費が早くなると出ていました。ちょっと気になる方はオフにされてもいいのかなと思います。そして最後に血中酸素飽和度とありますが、 SPO2 を測定するということになります。これもやはりねオンにしておいた方がいいかなと思いますが、やっぱりバッテリー持続時間大幅に減らしますよと出ていますけどもね、購入されたのであれば最初はオンでいいかなと思います。次に通知とリマインダーになります。これは電話がかかってきた時にですね、着信の通知、こちらの方に電話が来ましたよって案内が来ます。バイブで教えてくれるわけですね。これはやはりねオンにしておいた方がいいかなと思います。これをねオンにします。
そしてアプリの通知とありますね。最初はオフになっていましたけども、こちらはオンにします。ざっとですね、アプリの通知を欲しいものはチェックを入れていきました。こんな感じで今、私の場合はなっていますけど、このあたりはね、ご自分の使い勝手がいいように調整をされてください。次に規律のリマインダーとありますけど、こちらは1時間のうちの最初の50分間に運動を検出されないと、バイブレーションのリマインダーがトリガーされますとありまして、ウォッチの方にね、通知が来ます。立ち上がって運動してくださいねという通知が来ますけども、これが必要な方はね、オンにされてください。必要じゃない方はこちらをオフにします。そして次に SMS の受信とありますけど、これは最初オフになっていますので、これはオンにしといた方がいいかなと思います。次にダイヤルショップとありますが、こちらは文字盤の設定になりますが、一つだけ文字盤の設定の方法をご紹介したいと思います。例えばこちらですね。この文字盤をダウンロードする場合は同期をタップします。そうしますとね、同期中になっていまして、有効化が始まりました。はい。こちらね、今変更されたことがわかるのではないでしょうか。変わりましたね。こんな感じで文字盤を変更します。そしてこのタイミングでご紹介しますが、文字盤を他のものに変えたい場合は画面を長押ししまして、ブルッと震えましたら、他に入っているものにこのように変更することができますので、ちょうどいいものがありましたらこのようにタップすれば、そちらのものに変更ができます。そして次にスマートウォッチの設定に飛びたいと思います。表示と明るさとありますけども、こちらはウォッチ本体の画面の明るさ調整機能、これ自動になっていますので、このままでいいと思います。そしてスクリーンオンの時間とありますけど、この画面が点灯してから10秒間なのか、15秒なのか20秒なのかというふうに最大30秒まで調整することができます。バッテリー持ちとの兼ね合いもありますので、だいたい10秒ぐらいがいいんじゃないかなと思います。そして表示を常にオンとありますが、これはオールウェイズオンディスプレイになります。これをオンのとこですね、今終日に変更しました。そうしますとこのようなスタイルですね。これが画面が消灯した後に表示されるオールウェイズオンディスプレイの画面になっています。非常にね、画面がちょっと暗めにはなっていますけど、必要最低限の情報、時刻だけがわかるようになっています。サイドボタンを押しますとこのようにね、画面が点灯して、また再び10秒ぐらい経ちますと常時表示モードにこのようにね、変わります。必要な方はオンにされてください。そして手首を持ち上げて情報表示とあります。こちらはですね、腕をこのようにひねった時に画面がこのように点灯する機能になります。この機能が必要でない場合はオフにされます。そして設定時間にオン、終日一日中そうしたいよってことであればこちらを選びます。また自動でこちらのウォッチ本体にお任せしますよってことであればね、こちらを選んでいただきます。今回私は終日にしておきたいと思います。そして通知を表示とありますけども、やはりね、これはこちらに通知が届いた時にブルッと震えるだけでなく、画面にもしっかりその情報が欲しいといった場合はこちらをオンにします。そして少しね、やはり飛びますけども、側面のボタンを長押しとあります。これはですね、こちらのサイドボタンありますが、これを長押しした時にどんな機能を表示させるかということになりますが、今現在は運動の機能が表示されるようになっていました。例えばこれをですね、カウントダウンとありますけども、これはタイマーになります。こちらに変更した場合は、長押ししますとカウントダウン、タイマーがこのように起動する形になります。これはお好みのものをこの一覧から選んでいただくということになります。はい。ということで、こちらの ZEP アプリを使った初期設定についてご紹介しました。次は、ウォッチ本体を使った設定について最後ご紹介したいと思います。では最後に、ウォッチ本体を使った簡単なんですけどもね、やっておきたい初期設定になりますけども、まずですね、このホーム画面から下にスワイプしますと、このようにコントロールセンターが出てきます。このギアのマークがありますか、タップします。そうしますとね、このように設定の画面に飛ぶことができます。これ同じようにですけども、ここから1回押しますと、ここにギアのマークがありますので、同じ画面に飛ぶことができます。この設定の画面ってよく使いますので、この画面に行き方について今ご紹介しました。そしてディスプレイとありますけども、明るさ設定に関しましては先ほどアプリ側で自動調整になっていますけども、A の部分が青くなっている場合は自動調整になっています。例えばちょっと暗くしますとね、このように今、はい、暗くなっていってくれますね。自動になっているのでね、勝手に動いてくれます。明るい状況になりますと画面もね、明るくしてくれますので、ちゃんと動作していることがわかります。そしてスクリーンオン時間とありますけど、先ほどアプリで設定した画面ですね、何秒間点灯するかというモードもここから行くことができます。そして振動とありますが、バイブの強度を標準化、強化されたとありますが、強くするのか、標準にするのかと、
調整することができます。強化最大にするとよりね2倍ぐらい触れる感じがしますね。これはお好きな方を選んでいただければと思います。そして運動とありますけども、こちらの運動検出を選んでいただきますと、このカテゴリーのところになりますが、自動でウォッチが運動を認識して運動モードを起動させてくれる機能になります。例えばウォーキングをチェック入れていただきますと、しばらくね何分間歩いていることが検出されますと、勝手にですねウォーキングモードを起動しますかというふうに案内が来ます。ですので、これが必要な方はですね、自分の好きなモードを選んで、自動にするか、自分でその都度スタートさせるかを選んでいただければと思います。はい、そして個人設定というところをタップします。そうしまして、ちょっと下の方を見ていただきますと、リストスタイルとあります。こちらをタップすると、先ほどの設定の画面になりますが、ヘキサゴンとありますね。アイコンが並んでいるタイプがいいのか、それともクラシックとありまして、例えばこちらにタップしますと、こんな感じでね設定の画面を見やすくすることもできます。個人的にはちょっとこっちの方が私は見やすいので、こちらのクラシックタイプに変更してみたいと思います。こんな感じでねモードをいろいろ選ぶことができるわけですね。ではこの状態で設定も一度選んでいただいて、充電管理っていうのをタップします。これはですねバッテリー持続時間を伸ばす方法はと出ていますけども、心拍数モニタリングをやめたい場合とか、血中酸素のモニタリングとかですね、いろんなモードを一発で切り替えができるようになっていますので、必要なものと必要でないものをねここで一発で切り替えをすることができるようになっています。そして最後にウォッチ本体がちょっとおかしいなと、動きがおかしいなっていう時にやっていただければと思いますけども、システムっていうところをタップしますと、この再起動っていうのがあるんですね。こちらをタップして、このレテンですねタップしますと、本体が再起動してきますので、動きが、ね、多少なりとも改善される可能性がありますので、もし何かありましたらやっていただければと思います。そしてもしくは本当にちょっとおかしいということであれば、初期化することもできますが、こちらの出荷時の設定というのがありますので、こちらをタップしてレテンをチェックしますと、こちらでやり直すということになります。はい、というわけでここまでね一通り使えるまでの流れということで、初期設定の方法についてご紹介しました。すべての設定について紹介しているわけではありませんので、そのあたりはね他の部分で気になることがありましたらね、ちょっとご自分でぜひいろいろ触ってみていただいて、こんな感じなんだということでいろいろ試していただければと思います。ちょっとずつ触っていくことによっていろいろ覚えることができると思いますので、ぜひね少しずつチャレンジされてみてください。今後ですね関連動画についていろいろ出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してご覧いただければと思います。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。